みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はタケリハゼルブラキデオス、覚醒武器を使わず、レア装飾品も使わず、ソロで簡単に10分で周回できる方法をご紹介します。装備とアイテムは最後に紹介しています。クエストが始まったらバフアイテムを使用します。正面から降りたら罠を2つ置きます。罠はエリア内ではなく通路上に置くようにしてください。エリアに入ったら環境生物を蹴り、スリンガー弾を回収します。付近に水溜りコキが2箇所あるのを覚えておきましょう。装填数アップをつけている場合は右横を拾うと戦いやすくなります。不動のソイを使用しぶっ飛ばしを行います。ブラキはサイズが大きく、どこにぶっ飛ばしても大体大丈夫なので方向転換は不要です。鉄鋼榴弾を頭付近に撃っていきます。今回使用している武器はラージャンのヘビーボーガンです。鉄鋼榴弾レベル3であれば4発で散します。自動装填は弾数が0で調合しても装填されないため、早めに調合することを意識してください。スタンから起き上がる前にスリンガー弾を回収し、ぶっ飛ばしを狙います。基本的に方向転換は不要です。ダウンしたら頭付近を狙っていきます。自動装填は隙が比較的大きく、ブラキがこちらを向いている間は撃たないように心がけましょう。お供道具はぶっ飛ばしが可能になる睡眠がおすすめ、道具は回復か大盾がおすすめです。睡眠属性値100の武器を使用していますが、スタンがうまく取れていればこのエリアか次のエリアで大体寝ます。お供の睡眠が入った場合、鉄鋼榴弾を撃つのをやめれば起こすことはありません。睡眠状態を確認したらスリンガー弾を回収し、弾の調合等を全て済ませておきましょう。装備が切れている場合には脱ぐのも忘れないように注意しましょう。ぶっ飛ばしは方向転換は不要です。周辺にスリンガー弾があれば回収し、もう一度ぶっ飛ばしが可能です。なければ鉄鋼榴弾を撃っていきましょう。2つ目の装備が半分ぐらいになったら、先ほど罠を仕掛けた通路に向かいます。周回などの場合にはアイテムの並び替えをしておくと快適になります。画像を参考に並び替えをしてみてください。今回の動画では開始時のバフから始まり、罠、装備の順に並べてあります。鉄鋼榴弾を撃ちながら先ほど仕掛けた罠に向かいます。ヘビーボーガンの射程はかなり長いので、ダウンしても近寄る必要はありません。次のエリアに向かうぐらいの気持ちで後ろに下がりながら攻撃をします。今回のクエストでは一定の位置に行くと強制的に移動、もしくは元のエリアに戻ります。弾を打ち切るか危ないと感じたら戻り弾を使用しましょう。どちらにしても弾を補充します。次のエリアでは残っている弾を撃てば火山エリアに移動するくらいなので、余裕があれば追いかけてからキャンプに戻りましょう。溶岩エリアでは3番キャンプからがおすすめです。アイテムの補充をしたら左側から飛び降りましょう。クーラードリンクと活力剤、バフアイテムを使用します。ここからが重要で、溶岩エリアの手前の坂道に落とし穴としびれ罠を設置します。先ほど説明した通りヘビーボーガンの射程は非常に長いこと、このクエストでは一定以上の移動で元のエリアに戻ることを利用します。坂道の上にある段差の上から鉄鋼榴弾を撃っていきます。
ブラキディオスが飛びかかるまで大体2発なので一旦撃つのをやめて様子を見てください。飛びかかりを確認したら後ろに下がりながら鉄鋼榴弾を撃っていきます。ブラキディオスはエリアに戻ろうとする動きを繰り返します。あとはこれを繰り返せば簡単にこのエリアが終わります。罠にかかった後にエリアに戻った場合には再度罠を設置するとより安全です。最終キャンプに移動したのを確認したらキャンプに戻りアイテムを補充します。たまに最終エリアに移動した後手前エリアに戻ることがありますが、手前エリアに罠を置いてから入る、もしくは坂道に戻れば安全です。最終エリアに入る前に活力剤とバフアイテムを使用します。装備は浮動があれば優先してください。体力は結構少なく浮動の装備が切れたら閃光弾を打ち、閃光弾が切れるくらいで終わると思います。活力剤が地面のダメージを補い、転身の装備も回復していると思うので結構簡単です。こんな感じで終わります。今回の装備では10分ほどで終わります。鉄鋼ライトでは7分くらいで終わったのですが、覚醒の水ライト限定で被弾しやすく、今回は時間はかかるけど安全なヘビーボーガンを採用しました。それでは装備とアイテムの紹介です。武器はラージャンのヘビーボーガン、カスタムパーツはシールド4の弾速強化です。強化パーツには回復カスタムを1つ以上欲しいです。防具にマッスルボディがない方はガード性能があるブライドメールを採用し、5石を挑戦フルチャージなどにします。精霊の加護が発動するゴールドならでもいけますが、装飾品の難易度は上がります。整備は不要なのでレア装飾品を使わず構成を組むことが可能です。必須スキルは砲術5、ガード性能5、バカやられ耐性3、体力増強3、あとは多少の火力スキルです。火力スキルが足りない場合には技と腹痛を1回発動させるのもありです。ただし食事の法律があるのでキャンプで食事を取るようにしましょう。防音に関しては慣れてくれば不要です。攻撃系のスキルに変更しましょう。今回の装備構成では非耐性が17で20を超えると冷やられを防げます。ヒアラルで死亡しやすい場合には一つだけつけるというのもありです。次に使用しているアイテムです。回復用の飛躍、最初のエリアと溶岩エリア坂道の罠セット、各種バフ、溶岩エリア用のクーラーと活力剤、あとは最終エリア用の閃光弾、緊急用の戻り弾です。アイテムの並び替えで使用する順番にしておくと非常に快適になります。飛躍と戻り玉も横並びがおすすめで、溶岩で使用するアイテムもまとめておくのがおすすめです。最後に討伐の方法をまとめておきます。最初のエリアでは通路に罠を設置しておく、ぶっ飛ばし、鉄鋼榴弾、ぶっ飛ばしを行います。不動の装備が切れたら罠に誘導しながら下がっていきます。戻り玉を準備し次のエリアで追撃、溶岩エリアへ。次の溶岩エリアではクーラードリンク、活力剤を使用、坂道に落とし穴としびれ罠を設置、段差から鉄鋼榴弾を撃っていきます。ブラキが反応してきたら後方に下がりながら撃ちます。最終エリアでは手前のエリアに戻ってくることがあるので手前のエリアに罠を置いておくと安全です。クーラードリンク、活力剤を使用し不動の装備を使用します。不動の装備はモンスターの必殺技が発生したのを確認したら切るのが安全です。不動の装備が切れたら閃光弾もしくは転身の装備でモンスターを討伐していきます。
またワンポイントアドバイスとして、ブラキティオスが正面の場合にはガードを優先してください。後方に下がりながら打つのがおすすめです。ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。